一柳城は、岐阜県関市富野保一柳にある日本の城石。別名、大洞城、津保城、町村城、九条八万城と、梶田城の中間地点にあり、重要な位置にあり重視された。農備平や最北端からまだ、津保川を上流へ向かうと、山に囲まれた盆地に位置する。一柳城は、麦町。 一柳の山頂付近に築かれており、西を麦倉川、東を、津保川が流れ、二つの川は下流で合流して三方を川に囲まれた地形にある。追記年代は、明王年間までの間とされ、美の国主ごと騎士の家臣と伝わる宇佐美丹波、森広坊が大洞城を築城した北に、八幡宮を造営した。天正十二年には、宇佐見佐門の城という人物が、北に、 やわたぐえ、大繁や京六百館を寄進している。その後美のを攻略した、織田信長は、九条八万条の遠藤義隆の南下に備えて、大洞城を、一柳寺下松に命じて改修させる。その最大道場から、一柳城と改称する。その後、火事伝城主の美の斎藤氏、理事の領土となり、市城となる。斎藤都市行病死後、火事伝城に次ぐ、 重要拠点となる。森長義が小牧、長久手の戦いで、内死に後の1587年、豊臣秀吉は遠藤義孝を天保し、市柳城に稲葉貞道を入法。稲葉貞道は九条八万城を中心とし、中でも大浦城は、鴨茂群から九条八万に至る重要な位置にあり重視された。1600年、 関ヶ原の戦いの際、遠藤氏は東軍に属して、九条八万条、一柳城を攻めた。戦後、稲葉氏は文後国有識城主として転保され、一国一条例に基づき、一柳城は廃城となった。ありがとうございます。